はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は今僕が夢中になっています WA プロダクションのインスタコンポーザーのキューベースでのセッティング方法を今日はやりたいと思います。村長ミュージックスタジオ。DAW の中でもスタジオ1とキューベースはルーティングがしっかりしていまして、この2つはかなり楽にルーティングをセッティングできます。スタジオ1よりは少し難しいですので、とってもいい方法をお伝えしたいと思います。前回出した動画では少し設定が難しかったんですけれども、新しいやり方を今日は解説したいと思います。DAW の中でもキューベースユーザーは日本では多いということもありまして、皆さんのお役に立てたらと思っています。まず、はじめにインスタコンポーザーのインストゥルメントをインサートします。このようにインスタコンポーザーを選びます。WA プロダクションのシンセの中にあります。それでトラックを追加します。すると、このように上がってきました。インスタコンポーザー初めての方もいますので、その方は、できましたら、僕の YouTube 動画たくさん出してありますので、そちらを見てください。でも一つですね、ここで Go というボタンの下に All というボタンがありますので、上からメロディー、リズム、3番目はベース、パッド、コードというふうに今はなっていますが、これ以外にこのリズムをリフというのに変えたりとか、その種類によって、人工知能が一番ふさわしいようなフレーズを考えてくれるという優れものの作曲支援ソフトということになります。それで、まずはこの上のメロディーをどのようにして出すかということですけれども、ここにピアノの音源を入れてみたいと思います。そして、ここで、僕の持ってるものであれば、XLN Audio という会社のピアノ音源があります。はい、このようにピアノ音源を入れました。そしてこのトラックの MIDI のインプットをインスタコンポーザーからというふうに指定をします。このままではどうなるかと言いますと、このピアノに5トラックとものアレンジが入ってきてしまって、ピアノで全てを演奏してしまうことになります。それを避けるためには、普段皆さんが特に初心者の方は使ってないであろうインプットのフィルターというのを使えます。ここでこの小さなボタンを押してこのトラックのみというのを選択します。するとこのようなウィンドウが現れます。よく聞いておいてください。ここでまず一番先にすることは画面下のところをフィルターというのを選ぶことです。そして真ん中あたりにあるプラスとマイナスのボタンのプラスを押します。追加するという意味です。そして、このフィルターの種類というのは、チャンネルを選んでください。そして、次の条件というのは、等しくない。ここ間違わないようにしてください。等しくないを選んでください。そして、ここのパラメータ1は、数字の1を選んでください。これは1チャンネルということです。1チャンネルと等しくないものはすべてブロックする。言い換えれば1チャンネルの音だけ通すというセッティングになります。そしてもう一つ忘れやすいのがこの上のモジュールのスイッチをオンにしておくことです。これでこのフィルターが作動するようになりまして1の音だけが流れます。ここで流すのには必ずですね、このところのスピーカーマークをオンにしてください。モニターマークですね。そうすると、このインスタコンポーザーで再生をしましたら、1番のメロディーのフレーズだけがピアノで弾かれます。それはここのチャンネルを1というふうにしてあることによるものです。はい、うまく1だけ流れましたね。
次は2を演奏するためのインストゥルメントを入れたいと思います。今度はエアミュージックさんのエクスパンド2という音源を入れたいと思います。これはプロツールスにも昔から標準で搭載されていた音源で、今は無料になる時もありますし、キャンペーンの時は500円ぐらいの金額ででも販売されることがありますので、そしてとっても音色が多い音源になっています。はい、このように出てきました。そして音源をどれかチョイスしておきます。ポリフォニックのシンセの中から選んでおきます。音色が分かりませんので、後でおかしかったら変更することにします。そうしましたら全く先ほどの復習になるんですけれども、もう一度初めからやります。 1.2 まずミディインプットをインスタコンポーザーに設定します。そしてここでもフィルターを使います。このトラックのみ。そうしましたら次にまたフィルターというふうに一番下をしまして、プラスを押します。そしてタイプはチャンネル、そして等しくない、そして今度は2番だけを通したいので2とします。そしたら2以外のものはすべてブロックされるようになります。そこでモジュールのスイッチをオンにします。これで完了です。今度はこの音源で2トラックから流れるフレーズを演奏することになります。念のためにコンソールも出しておきます。そして今ピアノは少しミュートしておきます。じゃあこれで再生します。はい、うまく2の音だけが流れてきましたね。これで両方一緒に流したいと思います。うまくいきました。次はコンタクトで設定したいと思います。はい、それではコンタクトを使った時の設定方法を言います。このようにコンタクトを挿しましたら、左の方のミディインプットを先ほどと同じようにインスタコンポーザーからにします。そしてここからです。音源はこのように一番上にはベースの音源を入れました。次にはシンセパッド的な音を2つ入れております。ちょっと聞いてみてください。こういうベースの音と、そして次はかなり柔らかいパッドの音、そして次はそれよりははっきりした音、このように入れました。これで再生してみます。あれ、音が出ませんよね。間違いないはずなのに。そういう場合が多々あります。この時はどうしたらいいんでしょうか。各音源の工具マーク、いわゆる設定のところが少し間違っています。まずチャンネルはこのように、1番目はインスタコンポーザートラックの3番の音が入ってほしいですので3にします。そして次はこの同じようにポート A で4番ということにします。そして最後の3つ目のトラックは5番に設定します。これでもなりませんね。この時はどういうふうにするかと言いましたら、この工具マークの音源で実際のインストゥルメントがデフォルトインストゥルメントとかになったりしている場合、この時では音が鳴りません。これをオムニというふうにしてください。次でもそうです。基本すべてから入ってくるように設定をします。これで設定が完了しました。一度鳴らしてみます。
ピアノも鳴らします。はい、音の大きさのバランスなどはご容赦ください。ミックスというかバランスは取っておりませんので。そして今先ほどからずっとこのインスタコンポーダーの再生ボタンを押していましたよね。これではもしトラックにドラムの音とかを入れてある場合、それが一緒に流されないことになりますよね。例えばここでドラムの音を少し入れたいと思います。簡単なドラムを入れたいと思います。トラック追加しました。このようなドラムがありますが、ちょっと聞いてみましょう。はい、こんな簡単な8ビートを入れます。ドラッグして入れてみます。このように入りました。ちょっともう少し大きくしておきますね。これで8小節分入りましたので、ちょっとループを作っておきます。それでここからなんですけれども、一工夫いります。鉛筆ツールに持ち替えまして、もうちょっと拡大をします。1小節分のリージョンをここに入れたいと思います。入りましたよね。そしてこれをダブルクリックしてミディ編集モードに行きます。どの音程の高さのところにでもいいですので、適当に音符を書きます。はい、このように書けました。そしたらこのリージョンをちょっと小さいから分かりませんので広げときますね。はい、これを複製して8小節分作っておきます。はい、このようにインスタコンポーダーのトラックにダミーの適当な音の高さで音符をつないでおくと、 DAW、 いわゆる今回の場合はキューベースですけれども、そのキューベースを再生すると一緒に音が流れます。ちょっとやってみましょう。デロ1に戻しましてスタートします。アレンジ変えます。また変えます。はい、メロディーだけを変えます。今ドラムが全然この音楽にあまり合ってなかったですけれども、そういう細かいことはお許しください。このようにアレンジをどんどん AI が指南してくれる面白いソフトウェアです。とっても
皆さんも関心を持ってくれたのか、僕の YouTube ももう今までになく反響になっています。そして WA プロダクションと直接メールのやり取りなんかで、日本で初めての動画解説ということで、いろいろ新しい情報をいただいております。今一つ課題なのは、 GO を押して新しいのを作って、あ、さっきの方が良かったと思った時に後戻りできないことです。それもアップデートされることも直接聞いております。どの時点でか分かりませんけれども、皆さんもう購入した方はお楽しみにしておいてください。今日はキューベースとインスタコンポーザーをつなぐルーティングのやり方を解説しました。ありがとうございました。村長でした。